番の新井です。高めですがこのゾーンはストライク。ボールは高いね。さあてね、いくら球が速いといえどもね、はい、これだけ球が全体的に高いとね、やっぱりバッター目が慣れてきますよね。やっぱりたまに高いのはいいんですよ。逆にその 目を狂わすわけですよね、はい、落としてきますが振りません。投げ急ぎしてますね、サーキがね。これ広島ベンチの前田はやきもきしてますよ。そうでしょうね、味方がなかなか援護の点が取れない中で8回まで粘って無失点できました。そしてこの9回、あ、今投球動作はなんか変な外し方しましたね。外しましたか、はい、まあ、プレートを外したままであったらもうこれ投球動作を止めていましたから、おーということにもなりましたが、外角いっぱい。これはいいボールですね、はい、次やっぱり厳しいところへ、サーティにしたら投げれるかどうかですね、それ、まあ、厳しければ新井はやっぱりファールにできるかどうかですね、はい、カットできるかどうかですね。白浜のサインにいくつか首を振りました。低めに構えてファーストフェアです。ランナーは三塁へ、ツーアウト三塁、1対0、1点を追って9回の裏、ツーアウトランナー3塁になりました。ちょっと甘かったんですがね、先ほどのボールよりもね、コースがね、高さといいね、これも高めではありましたね。いや、しかし今日のゲームではランナー3塁というケースは何回かあったんですが、ツーアウト3塁というのは7回にもありましたし、それでもまだ点は阪神は奪うことができていません。3回、そして5回には2塁までランナーも進んでいます。ここで大野ピッチングコーチが間を取りました。ブラドルで勝負するか、はい、そして次の、ピッチヒッターで勝負で檜山で勝負するか、いうところなんでしょうけどね。ブラゼルの後にはもう俊介の打順に檜山が準備をしています。ブラゼル今日はセカンドゴロとフォアボール、その後は前田健太の高めのボール球に手を出して空振りの三振でした。チャンスで打ててませんからね、ブラゼルもね、はい、心当たりでなんとか打ちたいとこですけど ね、 そうですね。ランナー三塁ですから、いろんな形でその同点の目はあります。そして広島バッテリー側としてもどうこの局面を考えるのか。真ん中に近いところに構えました。低めということでね、ショートバウンドなり何かでこうワイルドピッチにならなきゃね、はい、いいですかね。得点のパターンももちろんあります。ただブラゼルですから内野安打というようなケースはなかなか考えにくいところではあります。これブラゼル打ってきますよ、はい、2ボールから、おー、打たない。今のボール打ってもらいたかったね、打つんならね、打ってくるかというようなコースでもありました。今度はどうか、狙ってくるカウントです。これもまた少し腰は浮き気味で、ね、今日のブラゼルはね、ストレート系にね、バットがみんなね
ボールの下を、下を行ってますよね。確かにそうですね、ボールの下をバットが通過していっています。バットの先が若干こう下がって出てきますのでね、上から出てきたらいいんですがね、下から出てきたらね、ボールがどうしてもボールの下行ってしまいますよね。大林のホームランが出たのは8回でした。三振、スリーアウト、守りきった広島。堂林翔太のプロ初ホームランが決勝点、ね、ブラジルにしたら空振りする方がおかしいなというくらいの気持ちでカリカリ来とるでしょうけどね。しかし現実が現実ですからね、はい、これはもう仕方ないね。いやー、広島がわずかに最小点、そのわずかな1点をエースとそして抑えのリレーで守りきりました。いや、まさしく手